慎太郎さんおはようございます。キアラプロ仕事してんね。もうこの間前橋で、前橋で、いやつい最近ですよあれ。つい最近です、うん、はい、まあ、今回2日目からっていう形になりますけど、どうですかその辺は。まあ初日走りたかったっていうのは本音ですよね。やっぱ初日走って2日目も走ってこの辺休みたい、うん、休むのがベストかなって思っちゃったりとかしましたけど、まあこの辺は自分の力でコントロールできるとこじゃないんでね、与えられた中で走るしかないですよね。前橋に引き続き新田さんと同じレースということですけども、もう心強い。そうですね、あの前橋の時も本当強かったですし、しっかりついていくことに集中しなくちゃいけないなと思ってます。はい、昨年は決勝まで行かれて2着でしたけども、うん、どうですかそこ。まあ宮記念杯はね、本当相性のいい大会の一つなんで、まあ、気持ち的には自分も盛り上がってはいますね。はい、2022年も決勝まで行かれて、うん、その相性はいいと。まあ、季節的なものもありますし、そのバンクも好きなバンクの一つなんでね、あの頑張りたいなと思ってます。これぐらい暑いのが好きってことですか。もう暑ければ暑いほどいいですね。本当ですか。あ、全然あの寒いのがちょっと嫌なんで、もう暑いのはどんだけ暑くても耐えられます。それはやっぱ沖縄にいるからっていうかね、もともとですよ。まあ、子供の時はそうでもなかったけど、やっぱ競輪選手になってからこの寒いのがすごく嫌に なりましたね。やっぱ寒い中でこう、はい、風受けると寒いじゃない。でもあの立川の時グランプリは寒かったけど、だからあの時も発送台に立って寒いなと思ってましたよ。なんて寒いんだこの時間って思いながら走ってましたから。でも暑い方が全然好きだということ。そうですね、まあ、寒くても走れるのは走れますけど、気分的に乗らないよね。はい、なるほど、はい、前回は都知事選の本でした。都知事選というかね、都知事選に立候補を表明した玉上さんの本でしたね。あれはもう読み切れ、あれ半分しか読んでないからね、今回読まないと。あ、じゃあ今回続きでそれを読むと。そうですね、うん、アメリカ製なんでまた違うのを持ってこられてるんですか。あとね、あれが入ってますよ、スーツケースに。久渡ノート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 は常にあの読み返してます。何度も何度も。何度も何度も。はい。やっぱり攻撃的に行かなくちゃいけないなと思って、常にあの、なんていうかね、再確認ですね。再確認。うん、初心に帰るみたいな。そう、やっぱりその麻雀においてもそうですけど、いろんな場面でこう、守りたい気持ちっていうのが強くなってくると思うんですよ。これは競輪選手だけじゃなくて、いろんな仕事でもそうだと思うんですけど、そうではなくて、どっちがこう無難なのはこっちなんだけど、攻めるんならこっちだよなっていう、選べるんであれば攻めていきたいなっていうふうに思ったりとかするんですけど、競輪のレースにおいてはなかなか難しいとこだよね。うん、やっぱり自分だけの問題じゃないし、その一か八かの勝負をしてほしいっていう思ってるお客さんがどれだけいるのか、それよりも堅実に3着まで入ってほしいっていうふうに思ってる人の方が多いんじゃないかと思うんですよね。まあ、それを俺が期待されてるっていうふうに思うんで、まあ、一か八かよりは確実に確定版を目指していければいいかなっていう、そんな走りをしてるよな俺は、久渡師匠ごめんねって思いながらいつも読み返してます。なるほど、はい。まあ、前橋見てるとちょっと調子は上向いてるのかなって僕は思ったんですけど、ご自身的にはどうですか。まあ、自分でもそういうふうには感じてますし、あの実際あの練習の感じなんかも状態は上がってきてるなと思ってます。では最後にファンの皆様へメッセージよろしくお願いします。限界気のせいだよ。